はい、個人的なんですけど、ちょっとやってみたかったことがあって、サブ性能にトラップをつけて、逆ですね、トラップにサブ性能をつけて戦っていきたいなと思ったんですけど、サブ性能 3.9 つけたんだけど、普通のとどれくらい違うのかっていうのをちょっと比較してみます。トラップの大きさが変わるみたいなので、センサーとしての役割もちゃんとなるのかな。今日はこれでね、ちょっと戦っていきたいなと思います。はい、間違えました。もずくの上の暴りバトルよろしくお願いします。で、今回ですね、サブ性能をつけたということで、トラップに頼って戦っていきたいと思うんですけど、トラップに頼るって言ってもあれよな、センサーの役割として使って、まあ、キルなパブルで取れればいいんだけど、まあそれは流れで流れでって言うとちょっとなんか八百長みたいだよね相撲の八百長、こんなこと言うとダメだ。来るんじゃない。オッケーオッケー。ちょっとパブロの射程をミスった。逃げろ、戻ってくるでしょよしよしよし、ちょっと塗ってまたスペシャル貯めて。危ない危ない、怖い。すぐ尻尾巻いて逃げるから。あれ、たまらねえ。やっ、オッケー、ダメだ。でかくない？このセンサー。このセンサーってかトラップか。範囲が広いから、このチャージャー、俺のトラップ使ってくれ。この先ね、多分いると思うんだよね。いそうだね。あ、でもちょっと怖いな。正面突破ちょっときついんだな、パブロで。すぐやられちゃいそう。まあでも一応スペシャルあるからいいんですけど。最悪敵じ、あー、来てるね。ちょっと倒したい。まだいるね。ずっといるな。どうしよう。我慢比べだ。痛い。俺ずっと隠れて。ほい。それか。危なかった。スーパーシャキちゃん持ってたのか。この人降ろさないと。どうしよう。もうちょい我慢してた方がよかったかな。どうしよう。いない。あ、ナイス、味方。ありがとう、来てくれたのだ。助かる。俺の射程じゃちょっと、どうしようもないからね。今復活するでしょ？壊して、あれ、インクなくなっちゃった。危ねえこれで、一回、退散させといて。オッケー、これで、あ、いいぞ。ナイストラップ。このデカデカトラップで引っかかってくれ。このデカデカトラップ引っかかってくれよしよしいいね、デカデカトラップ当たった。お、いいじゃんこれ。敵陣地濡れてるし、もう一回来るよ。センサーの役、お、なんかついてるぞつらそう。ちょっと洗濯機やばいな。最強スペシャル置いとこ。突っ込んできたか。トラップ強い。ね、てかサブ性能関係あるかわかんないけど。なんかめちゃくちゃ強いぞ。いいね。楽しかった。敵陣地入った後のトラップ強かったね。ありがとうございました。よう勝ったな、この編成で。よし。はい、間違えしました。ホッケーフトなバリバトルです。いや、ちょっと申し訳ないんですけど、前撮ったデータ壊れてしまいまして、動画なくなっちゃったんで、一個。相手一人いない。やった。やったとか言ってる場合じゃ、違う。説明しとこう、今のうち。なんか、一週間以上空いちゃったんですけど、サブ性能の動画撮って編集してたら、なんか、ビーって音が、ビーって音が鳴ってて、壊れていたので、ちょっと BGM 差し替えるか、新しく撮るか迷ったんですけど、なんか、楽しかったので、もう一回やろうかなと思って、サブ性能つけてやってきました。戻ってきました。ね、始まった瞬間相手3人でね、かわいそうなんですけど、
これはまあ、味方の、このジェットパックの帰りに置いといて、もし敵が来た時用で助けてあげる。ケースだな。これさ、絶対こっち降りてくるからさ、俺のトラップ引っ掛けちゃおう。ほら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 。もう俺場所バレちゃったか？あはははは。これこれこれ。あ、待って。キャンピングシェルターだから自分守れるのか。やるね。盾強いね、だって。トラップ倒したかったな。うおー、このトラップ濡れるから。待って、後ろから来てる。敵陣地入っちゃおうか。多分追ってるでしょ、俺のこと。あれ？来ていない。来ていないならば、敵陣地塗っちゃおうかな、3人だし。あ、この通路にさ、あのトラップ置いてたら強いかもね。味方飛んできちゃった。任せるか、無理。あっち側だけ俺塗っとこうかな。逆側もね、しっかり塗っておこう。相手ね、塗れる人ね、まあ、一応黒ザップ、N ザップ96だっけ ?96 か、名前忘れちゃったんだけど、黒いザップが、一応まあ塗れるから、アナイさんは、これ倒せんじゃない？うわぁ！ダイナモに弾かれてしまった。あー、インカマついたな。一旦避けて。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。おぶねえ、なんか変な。おい、変な死に方するとこだった、今。これ来てる？天様か。なんか俺、ずっと塗ってるだけじゃん。せっかくトラップ使いたいのに。塗ってるだけなんですけど。すいません、ちょっと家庭の事情で家庭の事情でちょっとお聞かせできない瞬間があったんですけども、いろいろと大変だ今日今日ね、回線落ちだったり大変ですよ。わあ、まあこれでも塗ってればね、勝ちですよ。ピンチついてるので相手オッケー。まあ相手は不幸だったな不幸だった。まあでもトラップ仕掛けられなかったから次ちゃんと仕掛けていこう。ありがとうございました。はい、ホッケフトですね。ちょっとパブロ卒業しまして、ダイナモローラーを持ちました。で、さっきまでパブロずっと使ってたんですけど、キルが取れないっていうか、せっかくトラップつけてるのに、センサーの役割しかできない、ちょっともったいないかなと思ったので。うん。なんかトラップってね、2個、当てても、敵倒せなくてさ、一発か二発ぐらい、弾を当てとかないと、パブロだったら、いけないんだけど、まあ、ダイナモだったらね、トラップと一緒に、撃っちゃえば、敵を倒せることに、気づきまして。はぁ、やばい！これやばいな。待って反応してる。俺のトラップが、俺のトラップ、空のジェットパックに、反応してた。やってきてる。やばい、あ、トラップと一緒に倒した。そうなんですよ、トラップとハイパープレッサー相性もいいですよね。あー、焼いちゃった。当たんなかった。全然当たんなかった。もう強いな。トラップのセンサーとハイプレの相性とさ、ダイナモのパシャパシャちょっと当てとくとトラップと一緒に倒せるから割と相性良くて、他にも、ケルビンとか迷ったんですけど、絶対ダイナモが一番。左来てるな。入っては来ないか。ちょ、このスプリンクラーやだな。てか思ったけど、相手 N ザップ3人いるんですけど。スプリンクラー3人いるんですけど。嫌だな。いや、ごめん。あー、遅れちゃった。うわーうわー、しかも今倒せなかったー。あんなにトラップと戦った。あ、味方めちゃくちゃ入ってる、入り込んでるから、自分頑張ろう。味方頑張ってるから、敵陣地入って。あ、落ちちゃった。まあ、いいや。いそうだね。いるね。これいるね。起き倒していく。普通に一人で倒しちゃった。
あ、でも追い返したじゃん。よし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 。これ全部リールガンのおかげだ。ありがてえ。いるね。ちょっとインクがな、足りなくなっちゃうんだよな。唯一のデメリットは。オッケー、当たってる。左。うわ、惜しいけどナイス。味方がキル入れてくれたぞ。あ、よしよしよし。ここに置いとこう。はい。トラップ大事だから。ここにね。来るとこに置いておく。左来てるね。ナイスナイス。ほい。俺のトラップと一緒に。あ、これやれるぞ、ナイス。トラップのセンサーがアシストに入った。おー、逆転。全部リールガンのおかげだと思う。これは、味方のリールガンめちゃくちゃ頑張った。あ、なんか入ってるね。でもこれ勝ったでしょ。ありがとうございました。楽しかった。トラップ好きかもしれん。あ、ナイス、リールガン。やっぱ、リールガンのおかげ。